皆さんこんばんは、ゆきーチャンネルです。本日は栃木市にやってまいりました。こちらのお店はあのラーメン新村さんの同じ敷地内にあります。とにかく牛タンがうまい店、栃木ホルモン住蔵さんです。本日も事前に撮影許可をいただきまして撮影しております。なんと今回このような取材が入るのは初めてだそうです。ありがとうございます。店内は清潔感があり、カウンター席とテーブル席のおしゃれな雰囲気になってます。ここでメニューを見ていきましょう。今日はビールを飲んじゃいたいと思います。この上に後ほど七輪が置かれるそうです。お通しのサンチュはおかわりできます。こちらのサンチュ大きくて柔らかそう。さあ、まずは乾杯しましょう。今日は母の日でパパが連れてきてくれました。ありがとう。まずはお肉が来るまでこのサンチュをいただいて待ちたいと思います。こちらのサンチュは芳賀町で作られた無農薬のサンチュだそうです。さあ、少し焼肉のタレにつけていただきます。新鮮、すごく美味しい。こんなに美味しいサンチュ初めてかも。次はコチュジャンをつけてタレも少しつけます。柔らかくって食べやすいし美味しい。おつまみにも最高です。ここで冷たいビールを流し込む。はあ、うまい。まずは名物の上タン塩がやってきました。そして白菜キムチ、これはお肉を焼く前にくっつかないように網に塗る牛脂になります。さあ、塗っていきましょう。おー、ファイヤー。ここで美しい牛タン、私たちは薄切りの方にしました。すごい、白菜キムチも美味しそう。本格的なキムチ、辛すぎずちょうどいい好みのキムチです。焼きをパパにバトンタッチして、まず油を塗って、さあ牛タンを置いていきます。この七輪がまたいいですよね。七輪の焼肉って美味しいよね。さあ、焼けました。牛タン、上タン塩、油が乗ってそう。まずはレモンと塩でいただきます。
暑い。ジューシーで柔らかい。そしてこのサクッと歯ごたえ最高。めちゃくちゃうまい。次は牛レバーの醤油だれ。そして牛ハツも醤油タレでオーダーしました。こちらは島町塩味です。そしてこちらが牛の小腸の牛白味噌だれ。ナナちゃんはご飯と最初に焼いた上タンをいただきます。どうかな。最高。いい笑顔。さあ牛レバーと牛ハツを焼いていきます。牛レバーもプリプリで新鮮さが伝わってくる。ハツが焼けましたよ。ではタレでいただきます。いい。この適度なサクッとした歯ごたえが最高に美味しい。そしてプリプリ島町。熱々の島町はよく冷まして。プリプリ。ニンニクと塩をつけたけどちょうどいい。お口の中で油がじゅわーん。こちらはギアラの醤油タレ。これはちょっと歯ごたえがありそう。タレにつけて。いい弾力。でも油もしっかり。ここはサンチュで。上ロースの醤油タレと上ハラミの薄切り醤油タレ、そして上カルビの醤油タレがやってきました。さあこれは上ロースいただいていきます。タレにつけて。柔らかい。適度な脂がいい。そして今度はサンチュで巻いて食べます。タレもしっかりつけて。お口に放り込む。合います。グッと。そしてすかさずビールを流し込む。完飲。牛白と上ハラミも焼いちゃいますよ。ここで追加オーダーした豚タン、そしてやみつきホルモン、タン先の塩とタン筋の塩です。これは牛タンのタン筋。食感は結構しっかりしてる。そしてこちらが厚切りの豚タン。これも気になってました。こんな分厚い豚タンってあんまり見たことがない。そしてこれがやみつきホルモン、豚の菊油だそうです。ハ
めて食べる豚の菊油。柔らか、ジューシー。これはやっぱりサンチュと合うと思う。やっぱり相性バッチリ。私が食べている隣で、ななみちゃんはお隣さんの男の子とお話し中。なんと視聴者様でした。ありがとうございます。びっくりな出会い。この油にはビールが最高に合う。ななみにも食べさせちゃおう。おいしい。さあ残りの牛レバーと牛ハツも焼いちゃいましょう。どのお肉も本当に新鮮でおいしい。さっきのやみつきホルモンは一度ボイルしてありますよ。ビールが進みすぎて2杯目もあっという間に完飲。うまかった。さあ締めといきましょう。盛岡冷麺の大サイズにしました。実は冷麺が大好きな私、美味しそう。いただきます。まずはこの麺からいただきます。冷たくてチュルチュルで美味しい。この食感が冷麺は何とも言えない。最後の締めにはさっぱりしててぴったり。そしてこのスモツ、初めて食べます。スモツが入った冷麺って食べたことない。この酸味がこの冷麺に合いますね。すっごいさっぱりする。お次はスープも飲んでみよう。こちらは牛すね、牛骨、鶏から取った出汁だそうです。レモンをかけて。そしてこのキムチも一緒に。いただきます。レモンをかけるとさらに爽やか。私は冷麺には結構酢を足すので、これがレモンがいい役割です。酢もつもさらに爽やかさをプラスしてくれます。パパも美味しいって食べてましたよ。麺は盛岡の中野製麺の麺をお取り寄せしているみたいです。いろいろとこだわりが感じられますね。この歯切れがいい。チュルチュル入る麺がとっても美味しい。
どんどん食べ進めて、もう残りわずかになっちゃいました。なんだか名残惜しい。最後までさっぱりとっても美味しくいただけました。もうここは最後までスープを飲み干すしかない。さすがに飲み干したくなるスープと歌っているだけあります。美味しかった。完食、ごちそうさまでした。こんにちは、ななみです。いつもゆっきーチャンネルを見てくださってありがとうございます。チャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。 SNS のフォローもお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。次回もまた見てくださいね。それではまたね。バイバーイ。